の棒はどこに？あ、私将軍だわ。さすが銀さん、空気を察知していち早く将軍の棒を。でも銀さんが将軍じゃ意味が。じゃあ4番引いた人、下着姿になってください。そうか、これで将軍に楽しんでもらうことができるってわけだ。さすが銀さん。将軍かよ。やべえよ、なんで4番引いちゃったんだよ。バカ将軍怒ってるよ、絶対怒ってるよ。あれ、しかもよりによってもっさりブリーフの日に当たっちゃったよ。恥の上塗りだよ。将軍家は代々もっさりブリーフ派だ。やべえよ、聞こえてたよ。なんで代々ブリーフなんだよ。とにかく早いとか、あのパンツ姿を元に戻さないと打ち首獄門ですよ。俺かお前が将軍の棒を引いて。やったー、今度は私が将軍。またハズレある。何勝手に2回戦始めてんの。どうしよっかな。じゃあ3番の人がこの中で一番寒そうな人に着物を貸してあげる。姉上、そんな風に見せて分かっていたんですね。事情を全て把握していたんですね。さすがだ将軍かよ。やべえよ、この映画頭からモザイク映像を目白押しだよ。また中国で公開されるときカットされるよ。しかも将軍、あっちの方は将軍じゃねえよ、足軽だよ。将軍家は代々あっちの方は足軽だ。やべえよ、聞こえてたよ。これもう 100% 内首獄門だよ。ちょっとこれ臭いから脱いでいいですか。ちょっと将軍涙目になってる。泣いてるよね、絶対泣いてるよね。あれ、おいおい、もうこうなったら逃げるしか。来たー、私将軍ある。また勝手に。5番の人、コンビニでブリーフ買ってくるある。かぐらー、さすがよろず屋の一員だ。空気を察知していたんだね、ありがとう。買ってくる。やっぱり将軍かよー。